まあ、あと自分のやつね、昨日、一昨日ぐらいで言ったけど、基礎になってないから、基礎になってない、殴ったってやつね、間違いのやつね、わかる？基礎になってないから裁判にもなんないから、ね、賠償もしないから、賠償もしません、しなくていいことになってるから、ね、わかる？あいつは恐喝してきたよね。で、これからあいつらが変な動きしたら、変なことになる、大変なことになるからね。で、来い、来ていいよ、お前ら。妙な動きしてみ。やってみろ。俺、YouTube 使って言え、やれ。やってみろ、お前ら。名前もう一回言ってろか？大関慎吾。な？内藤豊。佐藤信義。な？松浦史郎。お前ら4人だよ。な、お金ちょいちょいついてんだろ？あと、アラとか。徳武とかちょいちょいついてんだろお前ら。なあ、やっていいぞ。来てみろ。な、家にも来い。なあ、やれ！やってみろ。大変なことになるぞ、お前。賠償もしなくていいことになってんだよ。起訴にもなってない。裁判にもならないから。な、松戸検察の曽我部検事な。あいつは自分の判断で俺に意地悪したんだよ。な、もうこれも全部露見してるから。わかるか？なあ、あるのことで、な、相手が、ね、あらが、ね、俺、気違いなと、ね、言ってた、ね、俺の YouTube でも言ったと、何回も。ね、俺、気違いだと、俺なんか変なことして大変なことになるよと。ね、あいつ3、4回ですよ、アメリカ行ってる時。ね、あいつは自分が言ってた通り、ね、あいつは気違いだって自分が言ったり、本当に気違いだって、2回言ったんだよ。それで、柏警察の2回調べて、松戸検察の曽我部っていう検事に1回取り調べされたんだよね。それで裁判にするってやったんだよ、曽我部に。で、その判断は曽我部が自分でしたって言ってるんだよ。しかも、その、あいつら、ね、その大関とか、荒とか、ね、信義とか、その松浦史郎とか、内藤豊に加担したって言ってんだよ。もう露見してるから、ね、自分の判断ですって、もうなったんだよ、曽我部はね。で、こんな人に検事やらしてんじゃないって俺は言ってんだよ、今。ね。わかる？皆さんわかりますか？ね。ちょっとだって俺の YouTube で見れるよ、それ。ね。嘘じゃないから。俺の権力を分かってないから。ね。裁判じゃねえんだよ、お前って。な。やるつくんだよ。何言ってんだお前。こっちは悪いことなんか何もせんだよ。そんなことやってっからね。気がつくんだよ。